考えながらトレーニング前でいつもアップしてます。何キロぐらいやろうかなとか、今日重さじゃなくて回数かなとか、その日の体とか体調に合わせて決めてます。ちょっと肩もなく、ちょっと違和感、ピッ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 、巻き上げ巻き上げ、巻き締め上げ締め上げ締め上げ、開け開け開け締め締め締め、ぐるぐる巻いてぐる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 、内巻き外巻き、髪の毛はベール外巻きの内巻きでもない。今日すごいの、ファンデをし忘れたんです。ファンデし忘れたので、その上からアイシャドウとかチークとか塗っちゃって、なんで日焼け止めに、あの女の方、女性の方ならわかると思うんですけど、下地塗ってファンデーション塗ってお粉塗ってるかだと思うんですけど、なぜかファンデーションをリキッドファンデ使ってるんですけど、今忘れて日焼け止めにチークとか塗っちゃって恥ずかしい。ちょっとなんで若干顔がなんか薄い、手が色が変わってきましたね。違う、こんぐらいやんないと。よいしょ、はい、出て出て、取った時の爽快感です。よいしょ、うん、これをやると少し動きがスムーズになります。